書店で立ち読みをする客、青木真理子現象とは、書店に足を運んだ際に、突如込み上げる便意に対して与えられた故障である。この故障は、1985年にこの現象について、言及した女性の名に由来する。書店で便意は引き起こされる具体的な原因については、渋谷肖像によると2014年の時点で、まだはっきりとしたことは分かっていないという。 そもそもこのような奇妙な現象が本当に存在するかどうか、怪奇的な意見もあり、一種の都市伝説として語られることもあるが、一方で、生理学や心理学の知見をもってこの現象のメカニズムを解明しようと試みる識者もいる。書店にいることで突然便意が自覚されるという一連の過程は、少なくとも現在の医学的観点からは単一の、 病態概念から説明できるものではない。いくつかの考察によるとこの現象は仮にその実在性が十分認められるにしても具体的な疾患単位とはみなされにくい概念であるという。その反面、この現象について言及する上で既存の診断学や病理学における医学用語を適用する指揮者が少なからず見られるのも事実である。 本校でも便宜上このような立場に習い、表現には既存の医学用語を順用する。日本において、書店と便宜の関係について、古くは、吉行淳之介における言及が知られており、豊田城也ねじめ小一においても、類似の記述が確認できるが、具体的にいつ頃から話題になり始めたかは定かでは、ない。少なくとも1980年代にはすでにメディアで、 取り上げられていたとみられる。例えば、雑誌、週刊平凡にテレビキャスターの須田哲夫の同様の体験談が収録されている。また、ラジオ番組、ヤングパラダイスにおいて、大便や下痢にまつわるエピソードを紹介するコーナーが存在し、書店における便宜が、山田義子昇降群として言及されたことがある。雑誌、本の雑誌39号には、 奈良県生駒市在住の男性による類人の体験談が掲載されている。39号発行当時は、この体験談が特に話題になることこそなかったものの、同志発行人の目黒港には、青木真理子以前にもこの現象は先行していたのだろうと推測している。青木真理子現象という故障は、日本の雑誌、本の雑誌の読者欄にて1985年に投稿された。 体験談を発端とする。同志40号に掲載された理由は不明だが、2、3年前から書店に行くたびに便意を催すようになったという趣旨の当時29歳の東京都、杉並区在住の女性による当初である。発行人の目黒港には、編集長のシーナー誠が面白がって載せたと当時を振り返っている。この当初自体はごく短いもので、 編集部のコメントなども特になかったが、同志が発行されるや、いなや、同様の悩みを抱える多くの読者が、編集部に意見を寄せたという。その反響の大きさから、次41号には、今書店会を震撼させる現象とセンセーショナルな、表題で、特集記事が組まれ、この問題に対して様々な視点から議論がなされた。議論の過程で、書店において、 突然便意が出現する、この現象は、当初者の名にちなみ、青木真理子現象と命名されるに至った。これに関連して、当時は大となっていた、ニューアカデミズムの中心的人物の名を取って、浅田明現象と呼ばれる語が使用されていたことを、例に挙げ、1980年代半ばには、現象という語が流行していたという指摘もある。 この特集は14ページに及ぶ長大な記事となったが、結局明確な真相は得られなかった。なお、この名称は、同号の表紙も飾っており、日本全国にその名を知らしめることになったという。特集記事が発行された1985年当時、青木真理子現象の話題性は大きく、週刊、文春が、1985年5月2日号に、早速取り上げるほどであった。 本の雑誌発行人の目黒公にによると、自らの便宜というデリケートな悩みを暴露したのが、一般の若い女性であったことも、反響が大きかったことの一因となったのだ、としている。青木本人は1985年以降も、本の雑誌編集部によって複数回取材を受けており、自身の名前が使われていることに関して特に気にしていないとのことである。その後も、主事のメディアが、 散発的にこの現象を引用し、多くの憶測を生んできた。書店と便意との関係を高等無形な都市伝説と捉えられる向きもある。一方で詳細な考察を加える専門家も現れ始め、1990年代後半には実在する現象として受け取られるようになったという。これは同時期に放送されたテレビ番組の影響が考えられる。 1995年には、テレビ番組、生活ホットモーニングにて、好意的に紹介された。1998年のテレビ番組、雲南の本当のところでは、この現象の体験者である、南原清隆、木戸麻子、伊藤聖光、堀部圭介らによって、専門家を交えた、大掛かりな検証が実施された。この放送に対する反響は大きく、 その後も複数回にわたってこの現象に関する特集が同番組で取り上げられた。2000年以降、インターネットの発展とともに、青木マリコ現象はさらによく知られるようになった。2002年の時点で、書店、便宜でインターネットを検索すると、この現象を解説したウェブサイトが数十存在した。2003年に、週刊誌、アエラがこの現象をまとまった形で取り上げたことも、 知名度を上げる一員となった。ある書店関係者によると、この現象の研究のため書店を取材しに訪れる学生もしばしば見かけられるらしい。2012年には、テレビ番組、ザクイズ紙で、本屋に長時間いると便意を催す現象を1985年に、この現象について雑誌に投稿した女性の名前から、一般に何という名前か、ママ、という問題が出題され、 正解、青木マリコ現象と答えたのは20人中10人であった。クイズ研究家でデザイナーの西野大使は青木マリコ現象やディライ効果を例に挙げ、学術的にコンセンサスが得られていない用語でも響きが面白いならクイズの回答として求められる機会が増えたと考察している。本の雑誌発行人の浜本茂によると2012年になっても テレビや雑誌から時折問い合わせが来るという。浜本はこの現象が話題になったのは一時的なものではなく、今後も連綿と語り継がれるものであろうと述べている。もちろん、青木真理子現象という用語は医学や生理学において一般的に通用するものではないが、以上のような実績により正式名称として紹介されることすらある。心理学や 社会科学の用語である、ピーターパン症候群や、空のス症候群と同列に紹介されることもある。青木マリコ現象の起用があるものは、本の雑誌41号において、諸敏派と呼ばれた。諸敏派に関する疫学研究の報告は2012年、現在なされたことはなく、詳細な罹患状況などの統計は未だ存在しない。ごく小規模な調査によると、日本全国に、 庶民派は存在することから、地域差は認められないが、男女比は1対4ないし1対2と女性に偏りが見られるという。また、いわゆる体育会系男子には少ないという説もある。推定される有病割合は10から20人に1人という報告がある。少なくとも日本全国に数百万人は体験者が存在するという概算もある。 22歳から33歳の働く女性を対象にした日本のウェブアンケートによると本屋にいると便宜を感じることがあるかと質問に対してあるという回答が150件中40件に見られたという具体的な後発年齢も明らかではないが20から30代が目立ち成人発症が多いと見られる一方で小児の症例報告も存在する 家族歴による発症頻度に差はないと見られ誰でも体験し得る現象と言える。ただし青木マリコの母は娘と同様の症状が自分の弟にもあることからこの現象には何らかの遺伝的背景があるのではないかと感じている。またこの現象は人から人へと伝播する傾向があることが知られている。一般に作家や 出版関係者では罹患者が多いことが知られている。その一方で書店の従業員や書店経営者の親族は発症しにくい傾向があると見られる。しかしながら書店関係者の発症例は皆無ではない。形成外科医の松尾清は誰にでも起こりうると指摘している。これまでの症例報告から典型的なもの以外にも多彩な症状があることが分かっている。 古典的な臨床像は、青木マリコの当初により規定される、書店に長時間滞在することによって、突然便宜が出現することである。一連の現象は、書店に関連した、原因不明の便宜という症状によって表現される。青木マリコ現象という名の一つの疾患があるわけでは、ない。精神科医の中澤正親酒井和夫は、明らかな原因は不明だが少なくとも、 書店でのベニーは病気ではないと結論づけている。ただし、一時文献たる、青木マリコの当初には、同病になってしまいましたとの記載があり、おどけた文脈では疾病になぞらえる場合があるのも、事実である。実際、本の雑誌編集部も、こういう病のあること、世の中に蔓延する奇病といった表現を用いた例がある。また、 臨床心理士の笠原敏夫は、川北吉夫、病気とは何かにある。病気とは、実は、科学的な概念ではなく、患者側と医療者側の合意に基づく、実理上の概念であるという主張を借りて、経験者のほとんどが、病院やクリニックを受診しないであろうが起き、マリコ現象は、病気とはみなさないとしている。一方で、精神科医の住岡校によると、 トイレに行きたくなるという症状の背景に過敏性腸症候群や不安神経症などといった疾患が隠れている可能性もあり必要ならば精神科や診療内科を受診すると良いとしている青木真理子は長時間本屋にいるとあるいは長時間新しい本の匂いを嗅いでいると一連の症状は誘発されるとしているこの時本の種類は問わず 拡張高き文芸書を手にしている時でも、漫画を立ち読みしている時でも発症しうるらしい。なお、便秘気味の時、寝酒をした翌朝でこの現象は再現しやすいという。人によっては、図書館も要注意である場所に関して、大きい書店で特に症状が強い、洋書売り場で起こりやすい、新刊を扱う書店に限らず古書店や、図書館でも起こる、もっぱら図書館のみで起こる。 自社の資料室にいるときといった報告がある。便意を感じて書店から外に出ると、いつの間にか症状が落ち着いてしまう例もある。さらに、書店、古書店あるいは図書館だけでなく、CD 店、レンタルビデオ店、ゲームショップなどでも症例が確認されているという。22歳から34歳の働く女性を対象に、した日本のウェブアンケートによると、 突然の便意に見舞われる状況として、出勤前の電車で立っている時や、打ち合わせの前で緊張した時などという回答が得られる一方で、書店にいる時という回答が特に目立ったという。便意が出現する瞬間の状況としては、本の背拍子を眺めている、本屋の書棚を覗いている、本屋で立ち読みしている、書棚にずらりと並んだ書物の背文字を眺めている、 書店に入り本棚に囲まれた途端、図書館の本を選んでいる、新刊本を一通りチェックした直後などがある。文芸書などの真面目な本を読んでいる時に起きることが多いという意見もある。小説家の浅田次郎は、症状の強さに関して、書店の規模と探す書物の難易度に比例するとしている。客として本屋に行くたびに便宜に襲われていたのが、本屋でアルバイトを始めた途端、 症状が収まったという報告もある。なお、青木マリ子本人は、その後の取材で一連の現象について、以下のように補足している。この現象の体験者は、共通して、突然自覚される、耐え難い便意を訴える。本の雑誌の取材班は、このような便意による所見として、下腹部の切迫感、全身の旋律、顔面蒼白、霊感、ガニ股歩行を挙げている。 多角的な症状としては、超善動音が上げられ、腹がぐるぐる鳴り出す、ギュルル、ギュルリギュルルル,ルなどと表現される。思想家の内田氏は、これらの臨床像を、元向かわへ問題と呼んだ。トイレを探し求めて歩く様子は、うつろな視点を泳がせながらと表現されることもある。単なる便意だけではなく、胃痛や下痢を訴える例も知られている。さらに便宜ではなく尿意が出現したり、 頻尿になったりする例もあるという。30名に対して行われたアンケートによると、トイレに行って模様した経験のある18名のうち、便意のみが7名、尿意のみが7名、便意・尿意の両方が4名という結果も報告されている。便意の正常として直腸に突き上げるような感覚、お腹がひくひくと痛くなる、下腹部が充実する感じ、 全神経を肛門に集中させるなどと説明され、程度としては、次に、本屋に行くのが怖くなるほど、地獄のような、ハルマゲドン級のなどと表現される。何とか禁制が得られている例であっても、トイレに行きたいような、我慢できるような、もどかしい状態と表現されることもある。戦具症状は知られておらず、いかに体調が良くともそれは起こるなどと言われている。 発作前後の精神状態として、浸らす、情けない思いにさせられるという悲傷感の訴えが聞かれる。また、今後も繰り返されるのではないかと予期不安に陥るものも存在する。心の中で文学的な考えにさえ、高まると得意な体験を口にするものもいる。重篤なものになると、トイレに行きたくなって、じっくり本を探せない、必要な本は、 他の人に買ってきてもらう必要な本を買ったらすぐに書店の外に出る書店に白いズボンを履いていけない書店に入る夢を見るだけで必ずトイレに行きたくなると生活の質に影響を及ぼすことさえもある極端な例ではあるが本屋には絶対に近づかないようにしている会社役員も存在するという臨出金の脅威に関して思想家の内田地は最悪の場合には 社会人として名誉回復の難しい惨状を伴うと表現している。この現象のメカニズムについて、これまで多くの指揮者が検討を重ねてきたが、一致した見解は未だ得られていない。作家の上前淳一郎は、風が吹けば桶屋が儲かるような話で一見も役落がないように見えると表している。この問題に関して科学的な検証が試みられる。 ことはこれまでほとんどなく、識者の多くが主観的判断に基づく自説を主張し合うことに終始しているのが現状である。青木マリコ現象の起用のあるものは、これまでの体験から原因として心当たりのあるものを探り出し、その切迫する症状から逃れようとする傾向がある。このような心当たりは診断学において患者の解釈モデルと呼び、 その病態解明の一助になることがある。書店という環境に存在する科学、物理的な刺激に原因を求める意見は多い。青木真理子自身は、新しい本の匂いによって代謝が更新する、あるいは、本の背を目で追うことにより、排便中枢が刺激されることを、解釈モデルとして挙げている。雑誌編集者の風眼症は、便意が起こる古本屋では、 暖房を節約していることが多く、腹が冷えるせいだと考えている。これとは、対照的に中古本販売チェーンのブックオフのウェブページには、クーラーが効きすぎているからというコラムが掲載されたことがある。その他、髪のアレルギー、グラビアのカラーベージー特有のインクの香りが蝶を刺激する、整然と並ぶ様が脳を刺激する、活字を読むと脳神経を刺激し、 下半身に指令を出す、本を手にした感触で、排便行為が想起される、立ち読みしている、際の、ゆったりとした、規律の姿勢で便が下る、書店には常に空腹を満たしていくことが、自分の習慣になっているからという解釈モデルもある。一方で、個々人の精神状態など、内縁性の要素が原因という考えもある。例えば、ある学生は、大きい書店では体調を崩し、 狭いトイレ個室に行くと症状は警戒することから一種の広場恐怖による症状と解釈している。書店での便意に悩む京都市在住の27歳男性会社員はこれとは対照的に SL 好きの友人が記者が近づくたびに突然便意に襲われた経験があると聞いて好きなものに接した時のワクワクとした気分がこの現象に関係するのかもしれないとしている。 処瓶派で大野城市在住の26歳女性ピアノ教師は本屋で立ち読みしていた際のリラックス感と緊張感の混じった微妙な心理状態のせいだろうと思い返している。変わった例では目から入った情報によって瓶が肛門からところてんの容量で押し出されるのだろうという冗談のような解釈モデルもある。化学物質紙やインクなど紙を構成する 何らかの物質の匂いが刺激となって、便意を誘発させるという説は、古くから存在していた。エッセイストの石橋マリコによれば、1995年の時点で、主流の説とされた。インターネットコミュニティにおいても有力な説として根強い。その一方で、多くの反論にさらされてきた説でもある。匂い刺激が強いはずの古書店ではむしろ便意が、 誘発されにくいという矛盾が指摘されている。本の雑誌編集長の椎名誠と同イラストレーターの沢野仁は日常的にトイレで雑誌を読んでおり、この時の髪の匂い刺激がこの現象の誘因になっているのだと推測した。また、髪の匂いとトイレの匂いとの類似が関係していると考える向きもあった。しかし青木マリ子本人に対するその後の取材で、 より匂い刺激の強い古書店や図書館では症状が全く起きないということがわかり、この推測は否定された。一連の症状は何らかの化学物質による中毒や過敏症がその本体であるとする立場もある。しかし、典型的な中毒や過敏症で呈する症状の多くはめまいや大きであり、症状がもっぱら便意のみに限られる病態というのは考えにくい。仮に、 化学物質が原因であったとしても、その物質が特定される目とは立っていない。整形外科医、作家の藤田則り人は、書籍に含まれる弁通を流す化学物質の存在に否定的であり、仮にそのような物質が存在するのであれば、すでに自分が製材化、商品化して富を得ているだろうと述べた。1998年から1999年にかけて、 テレビ番組、雲南の本当のところで、インクの匂いが便意を誘発させるかどうか実験がなされ、この説を裏付ける結果は出なかった。哲学者の土屋健治は、配達したての新聞紙と購入直後の書籍を用意し、それぞれを自分の顔に覆って10分間深呼吸をするという実験を2006年に試みたことがある。結局は、便意は現れず、そのまま眠り込んでしまった。 土屋は、この経験から、紙や、インクや接着剤など、本を構成する物質が、便意の原因となることは、まずないであろうとしている。超常現象研究家の並木慎一郎は、1、印刷所や、書店の労働者の症例が見られないこと、にレンタルビデオ店のような本の匂いと無関係な場所での、症例があること、の2点からこの説は考えにくいとしている。 陰謀論インターネット上には、製紙業界の陰謀論に原因を探る説もある。これによると、書籍など、日常生活で接する製紙製品に、便意を催す、作用のある、化学物質を大量に混入させ、トイレットペーパーの需要を高めるというものである。排便習慣、本の雑誌41号には、条件反射による解釈モデルが掲載されている。 漫画家の正治佐段は、地図上を見ていると便意を催すことがしばしばあり、それは書店に限らず自宅でも生じるという。地図を見るのは外出前が多く、外出前には要便する習慣があるため、自分の中でそのような条件付けができたと敬意を述べている。イラストレーターの福井和会は、ある新書の特定のページに掲載されているコーラの写真を見るたびに、 突然の便意が自覚されるという。この書籍で言及されている、チクロ騒動が、コーラの写真で強く意識されるため、腹部症状が見られるようになったと説明している。これらは特定の刺激により誘発される便意であり、確かに条件反射による解釈も可能ではある。しかし、上記2名は、典型的な処便派の臨床像を呈しておらず、書店に滞在するだけで誘発される。 純粋な青木マリコ現象を説明する材料とは、なりがたい。単に、いつも家のトイレで本を読むからという解釈もある。精神科医の三島和夫は、諸敏派とはトイレで読書をするうちに、読書排便というパブロフ型の条件付けを獲得したもののことを言うのだろうと解釈している。中には、何か読まないと瓶が出ないというものもおり、排便と読書が完全にリンクして、下痢の時はすぐに、 読破できるが、便秘の時は一向に読む進まないというものも存在する。ただ、すべての諸便派がトイレ内で読書する習慣があるわけでないので、一元的な説明にはならないという反論もある。なお三島はトイレで習慣的に読書を長時間するうちに、青木マリコ現象の効果が減弱し、トイレでは瓶が出ないままに読書を続けるという自身の体験に触れ、 読書の再便作用には体制形成の可能性があると指摘している。三島自身、読書をしようとトイレに入ると便利が収まってしまうという逆説的な条件反射を獲得してしまったという。過敏反応、過敏反応を誘発する冷たい牛乳の写真精神科医の中澤正夫は1985年の本の雑誌編集部の取材に対し、一連の症状に、 ついて、自律神経の過敏反応という語を用いて説明を試みている。ストレスに対する過敏反応では、交換神経優位になるため、通常は便秘気味となる。しかし特殊な状況下、例えば冷たい牛乳を見せられた時など、ある種の条件反射的な規則により腹が緩くなるという可能性は十分考えられるという。青木マリコ現象についても、 同様の記礎が関与し売ることを示唆したが、詳しいことに関しては、もっとよく調べてみなければいけないと明確な回答を、控えた。整形外科医、作家の藤田則り人は、青木マリコ現象に関連して、長官に対する神経系の機能は、交換神経、副交換神経の二元論で説明できるほど、単純ではないとしている。 幼児体験によるトラウマ1998年から1999年にかけてテレビ番組雲南の本当のところで行われた討論によると条件反射的に便宜が生じるのは幼児期体験によるトラウマが関係するかもしれないという説が提示された。公衆の面前で便出勤してしまい恥をかいてしまったという幼児期の記憶がフラッシュバックするというものである。 ただしこの説を紹介した心理学者は苦しい説明であるとしている。思い込み、青木真理子は当初書店における便宜について会議的であったが、親友から話を聞いて間もなく症状が出現したとされる。このようにこの現象は人から人へと伝播する傾向があることが当初より知られていた。実際、この現象について取材した。 本の雑誌編集部メンバー5人は全員が非処罰派であったにもかかわらず取材を終える頃にはそのうち3人が処罰派となっていた妄想などのある種の精神疾患はある種の思い込みにより母子や恋人同士など親密なものの間で伝播することがある消化器外科医の井戸正義は著書なぜ本屋にいると催すのかの中で青木真理子現象について 以下のように触れている。これによると、過去に便宜を模様した経験と期待、他の多くの人も経験したという裏付け、他の人のように出るという思い込みが、条件反射的に心身に影響を及ぼしうるとのことである。井戸はこれだけで一連の現象のすべてを説明できるわけではないと認めつつも、少なくとも、書店と便宜の関連について一役話になっているのだろうとしている。 一方でこの説に対して否定的な報告もある。インターネットニュースの記者が書店に便秘解消効果があることを検証するために4名の便秘女性を本が読めるおしゃれカフェで飲食させる実験を行った。この時思い込みによる作用を防ぐため被験者には実験内容を知らせなかった。結果的に重度の便秘症を持つ1名を除いて3名の被験者が まもなく弁通が得られたという。緊張感や焦燥感、青木マリコ現象は文筆家や出版関係者に多く見られるという報告がある。詩人、小説家のねじめ小一は、1981年の自身のエッセイの中で、自分は書店で便宜を催す人間であると告白している。ねじめは、これをジャンルの境界の狭間に見ようきたがる人間の、 メタファーとして、そのような人間こそが、無意識のダイナミズムの汗を持つのであろうと述べている。エッセイストの石橋真理子は、視界に飛び込む情報の洪水のせいで緊張して、便意が誘発されると1995年の自身のエッセイで述べている。作家の日垣隆は、仕事柄書店で本を大量に買い込み越に入ることを日課としているが、書店に、 長居するのは便意を模様してしまうゆえ私は好まないと述べたことがある。1997年の読売新聞が二人の小説家に取材したところ、小池真理子は血が集められた神聖な場所にいる時に引き起こされる緊張感が腸の全動運動を促すという説を提示し、浅田次郎は活字に対する精神的プレッシャーが原因との考えを示した。小説家 作詞家の伊藤聖光は買うものを決めなくてはいけないという焦燥感が紅を催すという仮説を1998年のテレビ番組雲南の本当のところで提示した思想家の内田氏は論文の内容についての構想が長期に及んだ後不意にアイデアが浮かんだアカデミック杯の状態になった瞬間紅に襲われるという先生術師のルネ・バンダール・ワタナベは 書店は知的欲求や好奇心の象徴であり、これに対する一種の緊張感が一連の症状を招くと解釈している。整形外科医、作家の藤田の人は、ハムスターなどの小動物が恐怖や緊張を感じた時に噴をする現象に触れ、本屋におけるドキドキ、ワクワクとした感情が便通を促す現象との類似点を説明している。心身症、便宜による 耐え難い腹痛や不快感を訴える患者が医療機関を受診した際、精査で器質的疾患が否定できれば、心身症として精神科や診療内科で治療を受けることになる。精神科医の住み岡校は、書店における便意を訴える患者の診察から活字に囲まれ、目指す本を探さなければという、プレッシャーなど心身に影響を及ぼしうる因子を分析し、 心身症の一種である過敏性腸症候群に類するものとして対応しているという。住岡によると患者に若年者や女性が多く見られるのは周知心を抱きやすいからという。周知心は精神的な緊張を強め症状を悪化させる一助となるからである。ローマ委員会による診断基準を以下に示す。ローマ委員会は 過敏性腸症候群をはじめとした、機能性消化管障害について、国際的な診療方針を作成する団体である。過去3ヶ月間、月に3日以上にわたって、腹痛や腹部不快感が繰り返し起こり、下記の2項目以上がある排便によって症状が、軽減する発症時に排便頻度の変化がある。発症時に、便形状の変化がある6ヶ月以上前から症状があり、 最近3ヶ月間は上記の基準を満たしていること。腹部不快感は痛みとは表現されない不快な感覚を意味する。病態生理学的研究や臨床研究に際しては週に2日以上の痛みや不快症状があるものを的確症例とする。本号道をローマ3の分類と診断基準以下のすべての項目があること腹部不快感、または腹痛が 下記の2項目以上を少なくとも25%の割合で伴う症状の原因になるような炎症性、携帯的、代謝性、腫瘍性病変がない2ヶ月以上前から症状があり、少なくとも週1回以上基準を満たしていること。6ヶ月以上前から症状があり、最近3ヶ月間は上記の基準を満たしていること。本郷道を ローマ3の分類と診断基準診断基準中の瓶形状はブリストル瓶形状スケールを用いて分類する。このスケールは1990年に英国の王立ブリストル病院の医師らによって発表された。佐々木大輔、過瓶成長症候群、ソマティックマーカー仮説評論家の高橋京一は、住岡が上記のように過瓶成長症候群に言及したことをヒントに 青木マリコ現象を解釈する上で、超脳相関や、ソマティックマーカー仮説を紹介している。神経消化器病学でいうところの超脳相関の要点は、消化管由来の信号が脳機能を左右するという点にあり、このことが過敏性腸症候群の一因となっていることが知られている。ソマティックマーカー仮説は、 米国の神経界のアントニオ・ダマシオが提唱した身体化された情動が意思決定に影響を与えるという仮説である。情報化が進んだ現代社会において多すぎる情報はかえって害になる。ソマティク・マーカー仮説によれば突然の便意すらをも合目的的な反応と解釈することができ、青木マリコ現象とは過剰な情報から体が無意識に逃避しようとしている状態であると。 高橋は述べている。不安障害書店を来店した上で、トイレがない状況で、もしトイレに行きたくなったらどうしようという、精神的プレッシャーが、かえって排便に対しての意識を強くさせるという説も有名である。このようなプレッシャーは、精神医学において、予期不安と称され、パニック障害をはじめとする不安障害に特徴的な症状である。精神科医の住岡校も、 便意に対する不安を訴える患者を不安障害の一種である不安神経症と診断することがあるという。精神科医の有気も書店に設置されたトイレが少ないことに対する脅迫関連的な要素も可能性としてあり得るとしている。脅迫関連は不安障害の明けである。一方で臨床心理士の笠原敏夫は仮にこの現象に悩む者が 良き不安を抱いているにもかかわらず、書店に足を運んでいるとすれば、その強い不安感より、書店に入りたいという気持ちの方が、一層大きいであろうと推測した。笠原によれば、心因性の原因として、不安感よりむしろ、不安感に打ち勝つ、何かがこの現象の誘因として考えやすいという。リラックス効果反対に書店が持つリラックス効果が、便通を促すという意見もある。 現代社会のストレスフルな生活の中で、排便習慣が乱れ、便秘を呈するものは少なくない。精神科医の酒井和夫は、習慣誌、あえらの中で、本当の答えはわからないと前置きした上で、書店という非日常的な空間で好きな本を探す、行為が心身をリラックスさせ、便意を催すのではと述べている。これに対し、 臨床心理士の笠原敏夫は強烈なリラックス効果をもたらす自律訓練法や瞑想においては、かえって緊張が強まったり、眠ってしまったりすることはあっても、便意は引き起こすことはないという主張のもと、リラックス効果による便通促進は全くナンセンスな説であると実書の中で徹底的に批判している。一方、精神科医の勇気優は、 本を読むと眠たくなるという経験的事実は書店が有するリラックス効果の証細とした。勇気によると嗅覚や運動といった外部からの刺激と心理的な要素がリラックス効果をもたらし自律神経が副交換神経優位になることで腸の善動や膀胱の収縮が促進されるという説は有力であるとした。社会心理学者の渋谷昌蔵は書店を お互いの無関心が自然に演出されている場所と表現し他者に干渉されることなく本に集中することによりリラックスしてトイレに行きたくなるという心理が働くのだろうと推測している。立ち読みの姿勢便宜の誘因として本を手に取り立ち読みをする時の姿勢や視線が着目されることも多い。直立した姿勢。 あるいは少しうつむいた姿勢で視線を一点に集中させることにより便宜が生じるという解釈モデルに基づくものである。また、荷物を持ったまま立ち読みすれば腹筋に力が入る便宜が促進されるという。書店チェーン純駆動の元専務の岡光隆は来客の長年の観察から程よい緊張とゆっくり歩き、 立ち止まるということの繰り返しがこの現象の原因となっているのではないかと推測している。腸の湾曲腸の問題についてメールマガジンを発行している大阪の診療放射線技師は立ち読みではなく平積みの本を手に取る際の前鏡になる動作に注目している。消化管の終端に位置する直腸は立位においては後方に湾曲している。この直腸が前鏡になることで 湾曲がなくなり、瓶が肛門まで降りてくるというものである。本棚による圧迫感通路が狭い書店は危険かもしれない。1998年から1999年にかけてテレビ番組、雲南の本当のところで行われた議論では、長時間の直立姿勢とともに、書店で意識される本棚による圧迫感も便宜を催す原因になっているという説が、 提唱された。通路が狭い上に混雑した書店の中で、立ち読みしていると体の動きが制限され、便意が誘発されるという趣旨である。番組内で実験もなされたが、結局はっきりとしたことはわからなかった。視線と自律神経書店で立ち読みする際の視線と、自律神経との関係に着目した指揮者に、形成下界の松尾清が挙げられる。この説は、雑誌。 文芸春秋に掲載されている。眼検の専門家として、眼検下推奨の手術を多く手がけてきた松尾は、眼検下推奨の患者に、頭痛や肩こりの症状を訴えるものが多い点に、注目し、眼検性頭痛という概念を提唱している。開眼時に収縮する筋肉は、交換神経によって調節されているため、常に目を見開こうと努力している、眼推奨の患者は、 交換神経が過緊張状態になりやすく、それが頭痛などの収素となって影響が現れるという趣旨である。逆に海岸筋が弛緩し続ける状況下においては、交換神経の作用は減弱し、副交換神経優位になることも考えられる。松尾は瞑想を例に挙げ、まぶたを緩めることにより、リラックス効果が得られるとしている。消化管の全動運動に対して、 交換神経は抑制的に作用し、副交換神経は促進的に作用することが知られている。書店で立ち読みする際は、節目がちになるため、以上のような基準が働けば、便通が促される一因となる可能性もあると、松尾は認めている。松尾によると、30分以上同様の姿勢を続けると、図書館、レンタルビデオ店、スーパーマーケットでもこの症状は、 再現可能であるとしている。この説は比較的有力とされる。一方で、まぶたを緩めても便意が現れなかったというデータも存在し、この説だけで全てを説明するのは現実的ではないという見方もある。中止探索作業一説によると垂直方向の眼球運動は便意を誘発するらしい。本の背拍子の文字を目で追いかけると、その視線は 縦方向に動くことになる。このような動きによって便意を催すようになるという解釈モデルは有名である。体験者によると探し物をするときの視線の角度が重要であるという。本屋の中を歩きながら活字を見ることでめまいを起こし体調に変化をきたすという考え方もある。消化器外科医の井戸正義は著書なぜ本屋にいると催すのかの中で 医学的な根拠はないとしながらも、経験上、生前並んでいるものの中から、目を動かして、目的のものを探す作業は便意を誘発することがあると述べている。笠原の着想臨床心理士の笠原敏夫は、幸福否定という独自の概念を用いてこの現象を合理的に解釈すべく、精力的に取り組んでいる人物として知られている。幸福否定とは、 自分にとって利益になることを意識すると、それに対する無意識の抵抗が体の症状となって現れるという過程に基づく概念である。一般にこの概念を目に見える形で観察することは困難であるが、例えばスポーツ選手や芸術家などに見られる、いわゆるスランプが近接した概念として挙げられるという。まず、笠原は青木マリ子の最初の投稿を制読し、 突然の便意が症状として出現する状況には以下の二つがある分析した。書店に長時間いるという状況本を手に取って読む状況笠原によると過去の議論はもっぱら一の視点に限られていたがこれだけでは書店が持つ何らかの効果という従来のパラダイムから脱却できないとしこれまで等監視されてきた二の視点を再認識する必要があるとしている。注目すべきは 関心を持つ本という点である。青木は最初の投稿で拡張高き文芸書を手にしている時でも漫画を立ち読みしている時でも発祥しうると書き、その後の取材でも特定の本というのではないと答えている。このためどんな本を読んでいてもと誤解されやすいが、これが関心のある本なのか否かについては触れられていない。また、笠原は 書店に足を踏み入れた瞬間に便宜が出現する症例や書店から離れた瞬間に便宜が消失する症例があることに着目し便宜が突然であるという点に注目している。本を無意識のうちにこれだと見定めた瞬間に症状は起こるため1の視点の長時間いることは本質ではなく単に関心あるものを求めるという行為が重要な意味を 持つと考えたのである。実際、笠原は様々な症例データを収集し、青木マリコ現象に類似した現象は CD 店やレンタルビデオ店など書店以外の場所でも認められるとしている。また、意識の上で書籍ごとの好き嫌いを区別するのは難しいものの、意識に登らない本当の意味での関心のない書籍を見ているときには症状が起きにくいことを 独自の思考実験により確認しているという。笹原が想定した原因、笹原はこれまでの症例を精査して、書店にまつわる一連の異常症状に、頭痛、呼吸区、脱力感、灼熱感などの自覚症状、及び人麻疹、微重などの多角的症状など、便意以外の症状として起こりうるものをいくつか挙げている。笹原はこれらを、ある種の心理的負担に対する、 反応と一括し、書店における反応を講義の青木マリコ現象と称した。これらの反応は好ましくないものであり、心理的負担に原因を求めるのであれば、ストレス刺激をはじめとする悪い心理的負担を想定するであろう。しかしストレスが悪影響を及ぼすというのは、現在の科学においてそれが合理的に証明されているわけではなく、物事の結果に対して、 説明を与えた気になっているに過ぎないと、笠原は考えている。笠原はストレスを和らげる心理療法を受けたのにもかかわらず、症状が改善されない患者の存在もまた、すべてストレスに原因を求める考え方に説得力がない詳査であるとしている。以上の議論より、笠原は一連の反応が自分が望んでいる行動を不快にする形で、あるいは、 それを妨げる形で出現しているという過程のもと、原因を幸福否定という逆説的なものに帰着させた。なお、幸福否定については、笠原の著書、幸福否定の構造に詳しく解説されている。笠原説の反証可能性笠原は、自説が高い論理性に基づいて構築されていることを示すために、自説の反証可能性についても触れている。 ジークムント・フロイトの精神分析に代表される古典的な心理学においては、その反証可能性の低さが問題とされることがあるが、笠原は、感情の演技という思考実験において自説は、反証可能であるとした。例えば、読みたい本が見つかって嬉しいという感情を、イメージしようと試みるとする。はじめは雑念による介入がノイズとなるが、イメージに心身が慣れて、 ノイズが軽減するにつれて、心理的負担に対する反応を観察されるようになるという。心理的負担とその反応については、古典的には催眠に近い概念として説明され、解除反応と称されてきた。笠原は幸福否定の反応についても、以上のような方法で合理性を補強しうるとした。笠原説の同性笠原がこの問題に取り組むようになったきっかけは、 2003年の週刊誌、あえらの特集記事でこの現象の存在を知ったことであるという。笠原はこの現象が示唆するものを捉え、それが人間の心の本質を突き止める上で有力なヒントになると考えた。笠原は2004年に早速自身のホームページ上に日常生活の中で見られる抵抗や反応という連載を立ち上げ、 青木マリコ現象の真相と、それが意味する事実をインターネット上に配信した。公表後間もなく、フリーペーパーの R25 をはじめとした様々なメディアが笠原の説を取り上げたという。この現象に関する連載は2007年には、おおむね完成し、2010年に、本心と抵抗自発性の精神病理として上司された。笠原説は、 論理が飛躍しているように見えると批判されることもある。笠原自身、この説が違和感や抵抗感を抱かれやすいという点を認めている。事故の内面の自覚文学者の月村達夫は、読書と背弁との共通点について、以下のように考察している。読書中の人間は、外界の刺激から自身を隔離し、自分を通してサトシという宇宙を瞑想している。排便は、 人間の内と外がつながれる実存的な行為である。いずれも、事故の内面が自覚されるという点において、共通しており、書店で便意が湧いてくるというのも十分納得できる、話であるとしている。精神本一の防止思想家の内田樹は、座禅における呼吸と、書店における便意の類似性を指摘している。経験の浅い修行者は、座禅に没頭する、あまり現実から離脱し、 観念の世界に浮遊しそうになることがある。しかしどんなに木想にふけっても自分自身が呼吸をしているという現実感覚からは逃れることはできない。呼吸が止まると耐え難い苦しみが生じ、その感覚が観念の世界から元の属性と帰還させる糸口になる。これと同様に書店に長くいると書籍に魅了されるがあまり精神が本一させられかねない。 これを防ぐ何らかのシグナルが便宜という苦痛として現れるのではないかと内田は述べている。オートポイエーシス哲学者の河本秀夫は精神科医の新宮一世との対談の中でこの現象について触れている。まず、新宮が特殊な体験がなされる場では、ラカンの対象へが揺れ動いており、クラインの悪い対象がヤスパースの実体的意識性として投射されると指摘した。 新宮の指摘について、川本は書店が放つ光がオートポイエーシスにおける平方領域に別の存在を蓄積させることによって体が純粋作動しているのだろうと解釈した。本の霊力哲学者の土屋賢治は本に宿る霊力が原因であるという説を唱えている。これによると本というものは単なる物質的存在ではなく、 著者や出版社の情熱が注がれることにより強い霊力を放つ存在となるらしい。書店に来て本を購入するのを躊躇した際に、この霊力が作用して便宜として発言するのだという。土屋はこの説であれば、古書店や図書館では、症状が出現しないという点もうまく説明できるとしている。これに対し、評論家の小屋の厚氏は、土屋のこの説を くだらない、ジョーク、面白くないと評している。なお、小説家の浅田次郎は、書店での便意に関して、ことだまのなせる豪という表現を用いたことがある。幸楽因子、青木真理子現象の背景には、幸楽因子が潜んでいるという見方もある。ここで、書店に足を運ぶという行為を、こうとし、便意が誘発されるという結果を、オッツする。仮に便意を引き起こす。 潜在的因子、兵和が、孔と性の相関がある場合、あたかも孔が、おの原因となっているかのように観測されるという、ものである。評論家の大川渡るは、便意を催す原因として、書店に足を運ぶという行為そのものではなく、書店に行くタイミングを挙げている。散歩に出かけ、たまたま見かけた書店に立ち寄った場合を想起すると、外出前に食事をとっていたり、 書店に入る前に喫茶店で一服していたりするケースは少なくないであろう。軽い飲食を散歩という緩やかな運動中に行うことにより、便通が促されるということがあっても、それほど不自然ではない。このような一連の生理現象が書店に行くタイミングと重なることが多いとき、あたかも書店に行くという行為が便意を催すという結果を招いているように感じられるのである。 実際、オーカーは自身が書店で突然催したのは例外なく散歩中であり、しかも軽い食事を済ませた後であったと振り返っている。マーフィーの法則書店における便意をマーフィーの法則に求める指揮者も存在する。偶然書店で便意を催すエピソードが何度か繰り返されるうちに便意の原因が書店にあると思い込んでしまうという論旨である。仮に、 青木真マリコ現象の本質がマーフィーの法則であるとすれば、書店で便意は起こる。可能性は、書店以外の場所における可能性という意差は存在せず、書店と便意との間になんだ因果関係は認められないということになる。書店における便意にかつて悩んでいた小説家の安倍和江も、その後この立場を取るようになったことを、1999年に表明した。安倍は、 たまたま書店でトイレに行きたくなるとそれが悪い印象として強く記憶に残ってしまうが、そもそも便宜というものは時と場所を選ばずして突然自覚されるものであるとしている。青木真理子現象は原因がはっきりとしないため、個々人が状況に応じて対策を講じているのが現状である。まず考えるべきはあらかじめ利用可能なトイレを用意しておくことである。例えば、 フリーライターの高橋良平は、処分派のため、事前に、近隣のトイレの位置と混雑状況を確認してから、書店に入っているという。同様に小説家の浅田次郎も、店内の混雑状況を確認してから、入店しているという。このようなニーズに応じる形で、雑誌、散歩の達人に、青木真理子現象を助けちょうと称する人望庁で、利用可能なトイレの清潔度や、 混雑状況を評価し、独自のトイレマップが掲載したことがある。エッセイストの群れ陽子は、本を探すのに長い時間をかけることが多いため、書店に行く際は用弁を済ませることを習慣づけている。このため、青木マリコ現象の経験は一度もないという。形成外科医の松尾清も、瓶を出した後に書店に行くことを推奨している。これが実践できれば、今まで悩んでいた。 処便派のクオリティオブライフも改善が見込まれる。ただし便意が自覚されるのはあまりに突然のため、準備する余裕はないという処便派の意見もある。さらに、朝に排便したにもかかわらず、この現象に襲われてしまうという症例も報告されている。腸の前動運動は午前中に更新するため、所定に行くのは午後にするというのも有効な手段とされる。緊急時に備えて、 避難経路は確認しておくべきだろう。入店後は症状が出現する前に購入を済ませ、すぐに書店から出るのが理想である。形成外科医の松尾清は30分以内という目安を提示している。ただしとっさに退店するのが難しい構造の書店もあるので注意が必要である。難易度の高い書籍で特に強い症状が出現する症例においては、 そのような書籍が並ぶ場所になるべく近づかないようにする必要がある。この時注意しなければならないのが新書や文庫のコーナーである。新書や文庫のコーナーにおいては、平易なノウハウ本に混じって難解な学術書が散見されるからである。ブックオフのウェブページには、本の匂い刺激の作用を緩和させる目的で、マスクの着用が良いというコラムが掲載されたこともある。 それでも発症してしまった緊急時の対処法として、小説家の浅田次郎は、小引きを紹介している。小引きとは、その場で、書棚の下段にある本を探すふりをしながら、しゃがみ込み、片足のかかとで肛門を圧迫するというものである。浅田によると、この対処法は、書便派の間で多く取られる手段らしく、書店で小引きを行っているものは少なからず、目撃できるという。また、 精神科医の有機優は、肛門活躍筋を緊張させ、腸の前動運動を減弱させるには、自律神経を交換神経優位にさせることが有用であるとし、太ももをつねることを具体的な対処法として挙げている。症状が重い場合は、過敏性腸症候群や不安神経症として治療を受けることになる。精神科医の住岡校によれば、 必要に応じて安定剤を処方することもあるが、多くの場合、そう心配する必要はないと患者に説明しているという。実際、中高年になると自然経過で警戒することも知られており、予後は良好と見られる。青木マリコ現象を逆に有効利用する試みもある。そもそもこの現象が知られる発端となった、青木自身が体験談を投稿した時点で、この現象を すでに便秘解消法として利用していた。この現象をいち早く取り上げた週刊文春においても、便秘にお悩みの向きには朗報となるかもしれないと評された。タレントの関根務も庶罰派であり、便秘気味の時は薬を買うのではなく、本屋で立ち読みをして排便を促している。関根はこれがたまんないと言っているという。複合型書店。 ビレッジバンガード社長の菊池圭一は、便秘に悩んでいる人に比べれば、書店でトイレに行きたくなる人は幸せ者であると、実著で述べている。1995年には、テレビ番組、生活ホットモーニングでは、便秘解消に役立つ方法として紹介されたことも、ある。これに対して、作家の上前淳一郎は、テレビ番組が茶化していると評した。2011年に、 4名の便秘女性を本が読めるオシャレカフェで飲食させる実験が行われたところ、4名中3名が間もなく便通が得られたというデータも存在する。精神科医の酒井和夫は、便秘の人は週1回、書店に行くと良いかもしれないと提案している。作家の上前淳一郎は、形成外科医の松尾清の説から30分以上、立ち読みする必要があると述べている。 整形外科医、作家の藤田の人は、書店に通うことにより便秘が改善することから、本屋が良いダイエット法を提唱している。また、この体験を共有できる者同士では、見知らぬ中でもすぐに打ち解け、固い絆で結ばれるというメリットもあるらしい。恋人同士の場合、その愛は、一層深まるだろうという意見もある。雑誌編集者の関口優子は、本を選ぶ楽しみについて、 便宜で測れるようになるかもしれないと述べている。書評家の豊崎由美は、書店の便宜問題は、五感にまつわるフェティッシュの愛着につながるという紙の出版物の公用を解き、出版の電子化に反対しているという。一方で、雑誌、ダヴィンチ編集長の横里隆は、現状の電子書籍には便宜を生じさせるほどのインパクトはないと認めつつ、 将来的に何らかの付加価値を見出して、電子書籍を前に、ドキドキして、便意を催すような日が訪れてほしいと述べている。郊外型の書店こそトイレが集客の鍵を握る、管理に関するコストや、衛生上の問題、落書きや万引き、および成人向け雑誌の持ち込みなど、防犯上の問題から、トイレを設置しない、あるいは設置するにしても、あえて利便性の悪い場所に設置している書店は、 少なくない。どんなに小さな喫茶店にもトイレはあるのに対し、比較的大きな書店でトイレがない場合があるのは、書店は長居するところではないという前提があるからと話す書店関係者もいる。一方で書店におけるトイレは経営上重要な意味を持つという意見もある。実業家の稲葉道代によると、とりわけ郊外型の書店などでは、トイレを清潔に保つだけで、 集客状況が変わってくるという、書店の常連客の中には、来店のたびにトイレを利用する者も,も存在する。本の雑誌の取材班は、ある書店の店員に対する聞き取り調査から、この書店のトイレの利用者数は1日80人と算出し、トイレの場所のわかりにくさから80人のほとんどが庶民派であろうと推定している。トイレ地獄人望庁実際。 書店で切羽詰まった来客は非常に多いらしく、書店員がトイレの場所を尋ねられるのは日常茶飯事であるという。ようやくたどり着いたトイレも同様の客で行列ができていることも珍しくない。このような状況から青木マリコ現象が紹介されると出版業界でも大きな話題となったという。古書店街である神保町の状況はかつて生存たる有様で。 人保町はトイレ地獄だという落書きが見られたり、故障のため封鎖中のトイレを強引に利用して、下の木沢橋を水浸しにした利用者も存在したという。千代田区は2003年より交通バリアフリー基本構想を実施し、人保町も公衆便所が充実した。トイレを設置したコンビニも増えたことから、事前の情報収集を怠らなければ、比較的安心である。 書店利用者に対するアンケート調査でも、書店でいかにトイレが求められているかを裏付ける結果が出ている。これは、書店の活性化策を探るための一環として2012年春に実施された調査によるものである。この調査を実施した日本出版インフラセンターによると、今後書店で利用したいと思うサービスはという問いに、対する複数回答で、トイレの利用が、 ポイントカード、バーゲンに続き3位に入ったという。命名の由来となった投稿者名、青木マリ子は実名とされる。本の雑誌発行人の目黒公認によると、青木が編集部に寄せたハガキは、差出人名が一度消された後、再度記入された形跡があったという。一度はためらった実名を、結局は思い切って書いてしまったところに、 ユーモラスを感じたのだとメグロは振り返っている。青木マリコは親友の一人がこの症状を訴えたのを聞いた当初、この現象について半信半疑だったらしい。しかし、親友の体験談を聞いて間もなく、同様の症状が自分にも出現したという。当初は戸惑いもあったようだが、特段の悩みや病識などはなく、なぜこのようなことが起きるのだろうという。 純粋な疑問として雑誌に投稿したようである。1985年以降も、青木は同編集部に複数回取材を受けている。1985年当時、書店に長時間滞在する機会が多かったのは、青木自身も編集に関わる仕事をしていたからだという。普段の体験談が話題になって間もなく、子供向けの百科本を扱っていた編集者が、 トイレ関連の担当を青木に依頼したというエピソードもある。結局この依頼はすぐに断ったとのことである。あまりに大胆な発言が実名で雑誌に掲載されたことから親戚一同で大変な話題となり、青木の母は嫁入り前の娘が何という恥ずかしいことをと激怒した。実際、 記事が掲載されて、以降しばらく恋人ができなかったらしく、数年後の同編集部の取材時点で、青木はまだ独身だった。青木マリコは、その後結婚したが、青木という同性の男性と結婚したため、結婚後も本名は、青木マリコのままである。文芸における、青木マリコ現象文芸方面でも、青木マリコ現象はしばしば言及されることがある。東川敦也は、 書店における原因不明の便意をモチーフにしたミステリー小説を構想したことがあるという。米国の作家のスティーブン・ヤングの著書にはマリコムシという青きマリコ現象の原因となる生物が紹介されている。ヤングによればマリコムシは書店に生息し人々を書店依存にさせる書士虫の一種であり、書店で本を選ぶ者の,の便意を誘発させる能力を持つという。 ヤングの著書は、日本では、小説家の薄い裕事によって翻訳され、本の虫その生態と、病理、絶滅から守るためにとして出版された。なお、マリコムシやシ、諸シム虫という生物は、実際には存在しない。同書は、レオレオニの平行植物やハラルトシュテンプ家の微行類と同様に、架空の生物を扱った儀書である。そもそも、 米国にスティーブン・ヤングという作家は実在せず、要所を翻訳したというエピソードを含め、すべてが薄いによる創作であると見られている。スティーブン・ヤングの名は、実在の米国人作家、スティーブン・キングから取られたと推測されている。天聖人語における、東洋疑惑日本の新聞、朝日新聞の天聖人語と称するコラムは、同長官の一面に長期連載中である。 書店におけるべ意は2001年8月8日付の天聖人語の主題として取り上げられた。しかしこのコラム記事の内容がインターネット上にある文章と告示していると週刊誌、週刊新潮は報じた。問題の焦点となったのは三人雑報という作家の大川渡るらが解説したウェブサイトに2001年5月1日に同志によって配信された。 本屋に行くとも用すのはなぜという随筆である。週刊新潮によると、普段の天聖人語と三人雑法の文章は構成や展開に共通点が多く、盗用の可能性が高いとした。また、週刊新潮は同記事において2001年10月27日の天聖人語にも当時話題になったチェーンメールの 世界がもし100人の村だったらの日本語訳文に関して無断使用の疑いがあるとした。一方、朝日新聞側は掲載されるはずの週刊新潮同号の広告の掲載を見合わせ、代わりに本社、新潮社に厳重抗議という記事を提示した。これによると、週刊新潮の記事は事実無根であるとし、朝日新聞社の名誉と信用を著しく傷つける。 ものであるとして、発行元の新庁舎に対し、謝罪と記事の訂正、損害賠償を求める通告書を送付したという。さらに5000万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求め、2003年4月7日、東京地方裁判所に提訴した。朝日新聞社によれば、当該記事のテーマは、以前から様々な人が論じていたとし断じて東洋ではないと主張した。 朝日新聞のこの対応に対し、文芸春秋は、無記名で朝日新聞側の言い分をそのまま信じる読者は、ほとんどいないだろうと批判した。一方でこの訴訟問題に関し、ある弁護士は、コラムのテーマ自体が、特別新しいわけでもなく、また明らかにユニークなわけでもないと指摘した。この一連の騒動で、普段のウェブサイト、三人雑報は、 私たちの預かり知らぬところで思わぬ反響を呼んでしまい戸惑っている。これがネットの怖さだと思い知りましたとコメントを残して2003年5月頃にウェブサイト自体を閉鎖してしまった。この訴訟について東京地方裁判所が2004年9月17日に下した判決によるとチェーンメールの約文に関しては名誉毀損の成立を認め150万円の 損害賠償を命じたものの、書店における便宜に関しては、盗用が真実であるとは認められない。しかし、ネット上の他人の文章と、構成や表現内容が偶然に一致したとは思えないほど、告示しており、盗用したと信じても無理からぬ、相当の理由がある。として新庁舎の賠償責任を否定した。この判決に対し、朝日新聞社は、 新庁舎の法的責任を一部否定したことは納得できないとの立場を表明し、一方の新庁舎側は判決は天生人後の登用を認定しており、その点は評価しているとした。朝日新聞社の控訴に対し、東京高等裁判所は2005年3月8日に一審判決を変更し、改めて500万円の損害賠償を命じる判決を下した。 この判決では一審で責任を否定された書店における便宜に関してのコラムについても構成、展開、語彙の点で他人の文章に習ったとは言えず、登用とは認められない。登用と断定できないことは容易に認識できたのに、新庁者は十分調査、確認しなかった。とされた。この判決を不服とした新庁者は上告を申し立てたが、 最高裁判所は2005年8月24日にこの上告を受理しない決定をした。これにより東京高等裁判所の二審判決が確定した。青木マリコ現象は日本語における故障であり、もっぱら日本国内で流布している現象である。日本国外における書店における便宜の事例について、米国の新聞ドサンゼルスタイムズの記者であるデビット・エル・ユーリンの著書、 それでも読書を辞めない理由に言及があることが知られている。臨床心理士の笠原敏夫はインターネットで情報を集めようと試みたことがあったが、少なくとも英語圏ではそれらしい言及はほとんど見つけられなかったという。この結果について、笠原は英語圏ではもともと稀な現象であるのか、潜在的には存在しまだ話題に上っていないだけなのか、 本当のところはわからない、とした。我々の長は宇宙の縁と共振している。評論家の高橋教一は、生命の植物的機能に着目した解剖学者、哲学者の三木修行の内臓の働きと子供の心の説を借りて、長には宇宙の縁と共振する世界が備わっているとした。その上で、一般増生求申性繊維を介した、 造成感覚に無頓着になってしまった人類は、生命の進化に抗う存在であり、このことが、青木マリコ現象をはじめとした症状として、現れるのではないかと指摘している。小説家の浅田次郎は、耐え難い便意を、日常的な普遍的な究極の生理的欲求であるとし、これを状況に応じて、ひたすら我慢する様子を見て、人間の人間たる理性そのものと表現している。 文学者の月村達夫は、ロダンの考える人や広高寺の魅力菩薩繁華師像が取る姿勢が、排便の姿勢に似ていることを例に挙げ、人類が書店で物思いに吹け便意を催すという一連の現象に対する神秘性について触れている。音楽家の山本幸太郎は、ジョン・エイ・リビングストンの破壊の伝統を引用し、書店とトイレとの関係は、 環境問題や公害問題などと同等の問題であり、人類の得意性による問題としている。なお実際には、書店に滞在することが許される動物は、盲導犬などを除けばごく限られており、人類以外でも、青木マリコ現象が観察されるかどうかは知られていない。ありがとうございます。